けるの？カルロス、こっI'm
ちゃくちゃね。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれで、みんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは？一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。どうして？新たな任務だな。町を救うためなら何だってやるさ。お手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス・タイレル、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエル・バードを探すことだ。これが最終列車じゃないわよね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行っててくれ。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。はいはい。バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが街を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。大事なのは自分の命だけだ。頼んだぞ。よし、行こう。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。どうした？チームメイトのことが心配か？もっと気になることでも？思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのもな。違うか？今の何？ちょっと、なんでこいつまだ生きてるの？よせ、もう助からん。来い、こっちだ。ニコライ、何のつもり？奴の狙いは俺じゃない。ニコライ！今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも？彼女はそういうんじゃない。
素晴らしい景観だ。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここが？どう見ても墓場だがな。おい、やる気か？開いたぞ。あの警官はどこだ？さあな、それより任務が先だ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスにいる。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。捕まえる？救助するんじゃないのか？カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった、ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて捕まえるのか。嫌な任務だな。シャッターを開ける、そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。一体あれは何だ？大歓迎、ご苦労なこった。耐えれる。
もら買っていくよ。ありがたいね。そうは分かるな、順番だ。少し時間がかかる。お前は使えるものがないか見てくれ。